日本が楽に開発していたわけでないので、ス防衛装備庁が長年研究してきた兵器レールガンの養生試験に成功し、新たな120連射へステージが上がったという情報をキャッチしました。今回は、アメリカの兵器の6倍の能力を持つレールガンについて見ていきます。中国とロシアが猛反発していますし、三菱の小型原子炉が必要になるね。エロージョン問題を克服。ついに、日本が世界一の偉業を。2023年12月1日、防衛装備庁は、YouTube の公式チャンネルに動画を公開しました。内容は、研究開発を進めている未来の大砲とも呼ばれているレールガンを、海上自衛隊の試験艦アスカに搭載し、10月17日に洋上射撃試験を実施した際のものでした。また、12月5日には、11月に開催された防衛装備庁技術シンポジウム2023の資料も公表し、日本でのレールガンの研究開発が新たなフェーズに入っていると明らかにしたのです。防衛装備庁技術シンポジウム2023には防衛技術指針2023と防衛力の抜本的強化につながる研究開発についてという副題が付けられています。現在、防衛装備庁で進めている将来防衛装備品の研究開発の成果を発表するシンポジウムで、電気エネルギーによって弾丸を放つ電磁砲として、次世代の大砲法とされるレールガンの日本における研究開発試験が、世界をリードする段階にまで進んでいるという結果が公表され、注目を集めているようです。ちなみに、アメリカは、この研究開発を断念したとみられています。レールガンの原理は、平行に設置した2本の電極棒レールの上に、小さな金属団体を乗せ、瞬間的に大きな電流を流して発生する電磁力で金属団体を射出するという、とても単純な構造です。強大な磁場を発生させることで起こる電磁気力、ローレンツ・ツトムによって玉体を射出するという、いわば、電磁砲とも呼べる砲ということです。発射される玉体が、ミサイルよりずっと安価であるというメリットのほか、これまでのように火薬を使って発射する弾丸より高速に射出可能で、かつ射程をはるかに長くできるというメリットもあります。防衛装備庁が試験中のレールガンは、総重量8トン、大きな電源部と砲身部、電磁加速装置で構成され、砲身となるレール全長は約6 m、口径は 40mm と小さく、発射される弾体も小さいのです。現在の火砲と比較してみると、陸上自衛隊で最も多く運用されている榴弾砲 FH-70 の砲身長は約 6m ですから、レールガンとほぼ同じですが、口径 155mm と4倍近い大きさです。また、海自最新鋭多目的フリゲート艦もが、身型護衛艦やイージス艦アタゴ型護衛艦、秋月型護衛艦など主力護衛艦に搭載されているマーク45単装砲は、砲身長が約7メートル、口径 127mm です。これらと比べると、レールガンは、その砲身の長さに対して、口径がとても小さいということがわかるでしょう。この、長く小さい口径の砲身から、弾体を、秒速2297m、約マッハ7。約8568キロの超音速で射出可能で、これまでの火薬で射出する火砲の砲弾初速が秒速800メートルほどですから、段違いの射出速度を持っていると言えましょう。砲から発射される弾丸の威力は、運動エネルギーとして、重量×速度の2乗で算出されるので、レールガンの破壊力は、弾体サイズは小さくても、かなりの威力を持っていると思われます。さらに、超音速で射出される弾体の射程が格段に長いのです。火薬式火砲では、通常弾の射程が20から30キロメートル程度ですが、レールガンは150から200キロメートルにも達すると言われているそうです。しかし、当然デメリットもあります。レールガンでは、砲身である電極棒との接触などによって、エネルギーの損失が大きいのです。そのロスを補うため、非常に大きな電力が必要なので、巨大な電力供給システムが必要になるほか、超音速に加速するための距離を確保するには、
長大なレールが必要であること、レールの摩擦、電気抵抗、耐熱限界など、物理的かつ技術的な制約があるということがデメリットとして例示されています。レールガンにおいて連続射撃を実施する際、問題となるのが弾丸と接触している砲身レールが摩耗して損傷するため、弾体の初速が低下する、つまりエロションが発生することです。このエロションについては、過去のレールガン研究において、弾体が発射される際の初期位置周辺のレール損傷が特に激しく、撃ち続けるたびに初速が低下してしまうので、どうやって解決するかが課題になっていました。この課題の解決策として、防衛装備庁は、1方針レールの素材に電流の流し方の2点の研究を進め、変更することでエロージョン問題を克服したとされます。まず、1方針レールの素材については、これまで、導電性が高いことや、加工のしやすさを重視し、銅を主材料として使っていました。これを、さらに、導電性が、高く摩耗に強い素材に変更することで克服したのです。さらに、二電流の流し方についても変更し、瞬間的に、大きな電流が加わらないような放電方式を開発したと言っています。これによって、弾体の射出前の初期位置付近で発生していた、弾体の初速を低下させる顕著な損傷を抑えられるようになり、120発の連続射撃実験では、すべての弾体の初速が、秒速2000メートル以上を記録し、実験に成功したとして、防衛装備庁は、新たな対策を施したレールガンによって、弾体を安定して高い初速のまま、連続射撃を可能にするという目標が達成されたと、防衛装備庁技術シンポジウム2023の資料の中で公表しています。防衛装備庁では、このレールガンの将来的な用途として、2つのシナリオを描いたようです。そのうちの1つは、従来の火薬を用いて砲弾を射出する火砲より、レールガンがはるかに長射程であり、かつ、高い威力を発揮する事実を生かし、中国やロシアがすでに運用していて、対空ミサイルでの撃墜が困難とされている極超音速誘導弾を撃墜するための兵器として使用することです。もう一つの用途は、敵の艦艇や地上目標を攻撃する際、現在は、長射程の巡航ミサイルでの攻撃しか方法がありませんが、それに加えて、長射程と高速、レーダーに捉えられにくい小ささな弾体を生かして、回避困難な打撃として活用すると考えられています。現在、これらの用途のために運用している対空ミサイルや巡航ミサイルは、いずれも製造単価が超高価で、限られた防衛予算の中で、それらを大量に製造、購入して保有するのは至難です。仮に、日本の防衛費を、現在の GDP の 1% から 2% に引き上げて、大きく引き上げたとしても、保有在庫を一気に増やすのは難しいので、レールガンの弾体がはるかに安いということも、日本にとっては大きなメリットでしょう。しかし、レールガンの弾体は、長射程ミサイルが持つ誘導能力は持っていません。遠距離で敵の誘導弾を撃墜するのは難しく、自衛隊はこれらの防空兵器をそれぞれのメリットを生かして多層的に運用する構想を持っているとみられます。これまでレールガンの研究開発を進めているのは日本の他にアメリカ、ロシア、中国、欧州連合、EU、トルコなどでした。アメリカ海軍はこれまでに多額の研究開発費と数十年の時間を費やし、2020から2025年頃の実用化を目指して、BAE システムズ社とジェネラルアトミックス社がプロトタイプを開発し、試験が実施されました。2014年4月には、2016年中に、スピアヘッド級遠征高速輸送艦に、レールガンの試作機を搭載し、洋上での実証試験に入ると発表していましたが、2022年度の軍事予算には、レールガン研究開発費が盛り込まれていなかったので、開発を断念したものとみられています。こうした情勢の中、トルコは、すでに兵器に応用可能な電磁砲の開発に成功し、国際防衛見本市でなどで販売していると伝えられていますが、性能など詳細については、全く不明です。防衛装備庁は、今回の発射機開発から兵器として使用するためのシステム開発に移行していくものとみられ、長射程を生かして、
敵の兵器の射程外から攻撃するスタンドオフ防衛能力兵器としての開発を完了させると思われます。防衛装備庁は、研究開発の成果として、120連射試験に成功し、それぞれの弾体が、秒速2000メートル以上の速度で安定して発射されることが確認されました。この技術は、将来の日本の防衛戦略に革命をもたらす可能性を秘めており、今回の成功が、さらなる発展の足がかりとなるでしょう。防衛装備庁は、この成功をもとに、レールガンを戦略的防衛兵器としての開発を進める計画です。